高性能版のアイオニック5 n を想定 680PS のヒョンデ N ヌビジョン74というコンセプトカーへ試乗したレポートを先日お読みいただいた方もいらっしゃると思うその会場には量産モデルとの関係性が近い RN22E という車も用意されていた RN22E が搭載するパワートレインは まもなく登場すると噂されるヒョンデアイオニック5の高性能版アイオニック 5N を想定したものスタイリングに N ビジョン74ほどのインパクトはないものの内容はだいぶ量産モデルへ近い大きなリアウィングやディフューザーが追加されているがフォルム自体はヒョンデの新モデルアイオニック6と同じ高性能なバッテリー EV DEV。要パワートレインの開発に投じられたプロトタイプだ。駆動用バッテリーは電圧 800V で制御される。容量7 7 4 k w ーのもの。合計 585PS を発揮する2機の駆動用モーターも含めて、素晴らしい仕上がりのキア EV6 GT a 搭載されるものと基本的には同じだという。 この RN22E の写真にはアグレッシブなトルクベクタリング機能を実現するツインクラッチのリアデフが組み込まれている回生ブレーキも高速域での走行を前提に強化されている驚くほど機敏な回答性ない年エンジンの疑似音実際に RN22E のステアリングホイールを握らせてもらったが 強烈な加速を披露した N ビジョン74ほどではないにしろ、穏やかなモデルだとは到底言えない。正直言って極めて早い。回答性は驚くほど機敏で、コーナリング中の姿勢制御もしやすい。ピレリ p 0コルサというハイグリップタイヤも、鋭い身のこなしに貢献しているはず。 高速域でリアタイヤは盛大にスライドしようとするが、これはスタビリティコントロールの設定があえて緩いため、そこから一層攻め込んでも気難しい挙動は示さない。試乗時はヒョンデのホットハッチ、I30N がペースカーとして先導し、トップスピードを制限していた。監視役の技術者も助手席に乗っていたものの、 思い切りボディを振り回しながら、サーキットを楽しめる素質を備えていた。この RN22E には、パワフルなパワートレイン以外にも、新しい機能が実装されていた。一つ目が、内燃エンジンを模した人工サウンド。車の内外へエンジン音に似たノイズを鳴らし、シートの仮面からは振動も発生するようになっている。 第一印象は他社のシステムより好ましかった。おそらく内燃エンジンの音に近いためだろう。とはいえオフの方がより好印象だったことも確かだ。極めてエモーショナルな車を作りたい。もう一つがバーチャルギアシフトとヒョンデが呼ぶシステム。ステアリングホイール裏のパドルとスピーカーが発するサウンド。 駆動用モーターの制御によって、内燃エンジンのような回転数の変化と、ギアの変速を疑似タトにもしている。電気モーターで走る BEV ではあるが、パドルを引かないとリミッターに当たるような素振りも見せる。レブカウンターとシフトライトも装備されていたが、あくまでも試作段階に過ぎないようではある。ヒョンデグループで、 エグゼクティブテクニカルアドバイザーを務める技術者、アルバート・ビアマン氏は、我々が以前達成したもののように、極めてエモーショナルな車を作りたいと考えています。と話す、難しい挑戦なのだろう。BEV へのシフトという変化の時代にあって、ヒョンデグループはますます自信を高めているように感じる。 高性能モデルを手掛ける N 部門も同様だが、かつて BMWM 社で手腕を振るったビラマンの牽引力や価値観が、大きな影響を与えているに違いない。ヒョンデグループがこれまでに大きく様変わりしたことは明らかだ。彼はほどなくして完全に引退し、孫とのんびり過ごす予定だと打ち明けてくれたが、 BMW 以外にも大きな遺産を残すことになりそうだ。ヒョンデ r n 2 2プロトタイプのスペック。最高速度、時速 249km 以上。0、時速 100km 加速3.8秒。駆動用バッテリー、77.4kWh。最高出力 585PS。 最大トルク 75.6kgm